スコピンの紋章、スコピンは、ロシア連邦のリャザン州南西部にある都市で、岡川水系のブヨルダ川沿いに立つ。州とリャザンからは南西1 0 9キロメートル。最寄りの町は2 7トル北東にある、ノボミチュリンスク。トゥーラ州、ウズロバヤとリャザン州リャジスクを結ぶ鉄道も通る。人口は25,092人。2007年の水系では31,600人。 スコピンは、リャザン州でも、最古の街の一つと考えられている。今日のスコピンの近くには、リハレフスコエゴロディッシェという集落が12世紀頃には、あり、クマン人の侵入に対する要塞として堀や城壁を、巡らしていた。スコピンは1663年に、サーリの命令で建てられた木造の要塞を発祥と、 するが、モスクワ南方に設けられロシアツアーリ国を守った、要塞船、坂もぎ船の一部として1600年以前に、すでに存在したという見方もある。要塞周囲の集落は17世紀末以降、スコピンスカやスロボダと呼ばれていたが、1778年にスコピンと解明され死の地位を与えられた。要塞自体は、ロシアの国境線が南方へ移動したため、18世紀には、 軍事的重要性を喪失している。19世紀後半には、スコピン近郊では、活端の採掘が始まった。この採掘はソ連崩壊直前の1989年まで続けられた。また、耐火粘土がこの周辺に発見されたことにより、工芸品としての陶器生産でも知られるようになった。今日のスコピンの主な産業は、機械製造、軽工業、建材工業、 食品工業などである、ありがとうございます。